や、そんな間空いてないだろ。いや、絶対その日にどこまで行ってた覚えてね。いや、まあぶっ通しでやってたら前回のライフイズストレンジでは音できない。どいつもこいつも人をコケにしやがって。二度と近づくんじゃねえぞ。そういうことか、命の恩人じゃん。動画のあなた大胆だったもうほっといてよ。ああ久しぶりだね。元気にしてたかい、マックス。おばさん、ウィリアムおじさんの件だけど、私も寂しいよ。思い出があれば十分なんだよ。力のこと教えてくれ。よう、ワルド組の最中か。いいか、関係ねえことに。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。切り刻まれてえか。お願い、離れて。おいおい、やめとけよ。お願い、助けて。わあ、俺マジ焦ったよ。私には味方なんていない。わあ、マックス、何しに来たのよ。今日の一件は実に遺憾だが、マックス、まずは君からなぜ屋上へ行ったのか説明してくれないかね。何なのこれ。マックス、今日は日食の日じゃない。分かってるよ。ちょっとウォーレンといい感じになってる。もう何が起きても不思議じゃない。改めて言われると余計ショックだな。これショックだよね。絶対助けはカオス理論だって。エピソード3。ケイト、相変わらずせっかちだな、クロエ。言ってあげるか。ケイトのことを考えずにはいられない。まるで覚めない悪夢のよう。ケイト、あそこまであなたを追い詰めた奴には絶対責任を取ってもらうから。本当だよな。めいってると音楽どころじゃなくなるよね。早速マスコミは悲劇を大々的に取り上げている。これでケイトの両親は娘の死から逃げられない。しかも今回は私も映っているし、ほんと嫌な気分。レイチェルを除けばここ最近行方不明になった人っていないんだ。いいことなんだろうけど、とても感動的なコピペ文章だね。ケイトには何の手も差し伸べなかったのに、今さら遅いよ。みんな手のひらを返してケイトが大好き、いじめておいてよくやるよ、偽善者。
うぜえな、ほんと。ページを削除するか、みんなをブロックするか。最近は隠れる場所がないね。みんなの話題はケイト一色だろうね。ひとつき、私ってバカだな。これを校長に見せればデイビッドを処罰してもらえたかもしれないのに。そうなんだ。そう、やっぱデイビッドを告発するべきだったのかな。リサ、君はまだ生きているね。人の世話よりも植物の世話の方が向いてるのかも。あれ、水あげらんないんだけど、今日は餌あげよう。お腹空いてるの？ほら、ご飯だよ。ウサギちゃんなんていたっけ？泣くのはおしまい。振り返ってばかりいないで、前に進もう。真っ暗なのに。ああ、さすがに真っ暗。闇を照らしたまえ。なんかホラーゲームの様相なんだけど。ケイト、その穏やかな心に祝福がありますように。偽善者ばかりだ。レストインピース。テレビで見る犯罪現場みたいになってる。ねえデナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。今回のことはみんなの責任だと思う。マックスは違うよ。マックスだけは。どれ？それが問題なの。私だけだったのが問題なんだよ。マックス以外誰も勇気がなかったんだよ。私もう寝るね。今日のことはもう考えたくない。もう疲れちゃった。後でね。トレバーっていいやつ。よかったねデーナ。デーナはジュリエットにどこまで話すつもりなんだろう。その通り、ボルテックスクラブはつまらない。髪切れってあるんだけど、髪切れ何？読んでて悲しくなるよ。人の部屋漁りまくりなんだよ、毎回思うけど。そういう風に書いてるのね。なんだよこいつら、偽善者か。だったら最初からいじめんだよ。ホタルなの？ホタルすげえ飛んでんだけど、ね、クロエが校舎の前で待ってるはずだ。
俺もそうなんだけど、一体何やってるんだろう。ケイトが死んだのに寮を抜け出して、キャンパスがまるでお墓みたい。なんかあのクロエが外で待ってるんでしょ。まあ、寮出ればいいんじゃないの。ウェルズ校長、なんでいるの？見つかったらまずい。誰も私を追い出すことなどできん。今のところはな。でもなんかこの非通知のメールっぷりがさ、あれメールっぷりがさ、なんかあれみたいじゃね、あのスクリーム、どうすんのこれ出てないの。校長どこにいるの。ケイト・マーシュの家族が悲しんでるというのに自己嫌悪に浸っている場合か。きっと大変な訴訟になるぞ。ブラックヘルなどと呼ばれるわけだ。もう通るしかないよね。でもなんかすげえそーっと歩いてるんだ、ね、暗いとこ歩いた方がいい。マックス、こそこそするならもっとうまくやりなさい。この時間は外出禁止だと分かっているだろう。その上謹慎中だ。すみません、ケイトのことを考えてたら、うまい、その外の空気が吸いたくなって。今日はつらかっただろう。君は助けようと行動を起こした。私はどうだ、ここの責任者なのにケイトも学校も救えなかった。もう部屋に戻って休みなさい。ひどい一日だった。ゆっくり寝るといい。困ったな、どうやって通り抜けよう。どうやって通り抜けるのこれ。バレた、ドアを開けようとしている隙に通れないかな。どういうこと？どうすればいいんだろう。なんかあんのかな、この辺に。彼女が飛び降りたなんてまだ信じられない。でもなんかドア開ける雰囲気ないんだよ。あ、これか。鍵が開いてる。サミュエルが来ませんように。工具しかない。何もなし。
サミエルはシルクのスカーフを巻かないよね。じゃあ誰が？サミエルがファッションに関心あったなんて。おかしいなこれ。ナットとボルト、おじいちゃんのガレージみたい。バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。アリスが。なんか何もできない。あんなとこに通ってるのがある。トバンガって夜見ると怖いね。どうか何もしないで。え、どうすんのこれ。あそこでなんか貼ってたら、あれ、サミエル、あれ直さないのかな。ホタルって神秘的、灯火みたい。なんでこんなとこにいるの？どうすんのこれ。外をうろついていないで部屋に戻りなさい。怒られたね。バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。ドア、どこのドア？おい、分かってるよ。でもなんかドア入る気配ないんだけど。なんだ？バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。あ、寮一回戻ってなんかすんのかな、じゃあ。じゃない？多分分かんないけど。え、戻れねえし、寮に。寮に戻れまへんで。うん。入れない。ここになんかやっぱあんのかな。なんかそこしか行ってみたのね。そうなんだよ。長押しして時間を巻き戻すってなってるけど、わかんないけど。じゃね、で、戻ったの。なんでバレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。忍者に転職でもしようかな。なんだそれって話だよな。どこにいるんだよ、クロエ。うおー、びっくりした。びっくりした。まさかちびってないよね。びっくりした。クロエ、ふざけるのはやめて。ついさっき
目の前で友達が屋上から飛び降りたんだよ。さすがにちょっと無神経だと思う。それな。もし逆の立場だったらこういうことされたい？ごめんマックス、何も考えてなかった。ごめん。あまり愚痴りたくないけど、ケイトが飛び降りた光景は一生忘れられないと思う。私の力が使えなかったせいで役立たずだった。それだよ本当。そりゃショックだろ。私にはどうやって慰めていいかわからない。だからバカをする。でもマックスの力があれば全部解決できるよ。謎は多いけどさ。ケイトを自殺まで追い詰めた犯人とかね。これ以上の犠牲者を出すわけにはいかない。それに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけ。茶化さないでクロエ、お願い。バカにしてるわけじゃないんだ。私の皮肉は回避行動なんだってさ、カウンセラーが言ってたよ。なんか自分の決断に自信が持てなくなってきた。結果自分まで停学になって。そんな風に自分を責めるもんじゃないよ。とりあえず手がかりを集めよう。うん、了解。まず第一に、ケイトとレイチェルの周囲には共通の人物がいたということ。クソ親父と姉さんとかな。え、クソ親父って誰だ。ああ、デイビッドのこと、うん、それだけじゃない。それだけじゃないよ。だね。単にその二人が一番ムカつくだけだ。全ての鍵はレイチェルが握っている気がする。変かな、会ったこともないのに。そんなこと知るか。私はレイチェルを見つけたいだけ。考えると怖くなるんだ。もしかしたら死んでるって言いたいの？ごめん、こんなの口にしたくもなかったけど。どうしても脳裏をよぎるんだ。マックス、早くレイチェルを見つけよう。早く。大丈夫、絶対に見つけるよ。まずは手がかりを探そう。で、見せたいものって何？驚くなよ。ほら、学校の合鍵、クソ親父からくすねてきた。本当感心しちゃう。とはいえ、これ以上問題を起こしてほしくはないけど。こんなに問題だらけの町だ、今さらどうってことないだろう。マックスだって停学中だしな。ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。クロエしかいないでしょう。学校忍び込むの？ポートフォリオを手伝ってくれてありがとうございます。クラスメートたちも君に続いてくれるといいんだが。気が散っていてすまない。今日はいろいろありすぎた。そうですね。何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。君もケイトの件で大変だろうに。ええ、人が死ぬところを見たのは初めてでした。かわいそうなケイティ。ケイティ、君たちそんなに仲が良かったのかい。意外だな。それより日常ヒーローコンテストは中止になるんですか。いや、コンテストは実施されるし、先生が学校代表を選ばなきゃならないことは変わらない。マックスの写真以外は揃ったんだが。どうせあの子は自撮りしかできませんよ。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。それにまだ優勝者を決めてない。マークとか言ってる。もともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰も贔屓だなんて思いませんよ。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ、ね、今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにしよう。話はこれでおしまいだ。君は生徒だろ、寮に戻りなさい。待って、私は。冗談じゃないわ。こっちのセリフだよこいつ。見つかりそうじゃない。ありえない。ビクトリアは一体どこまで落ちる気なの。大変なことになってんな。
本当に。わかんない、全くわからない。さすがだね、クロエ。証拠を探そうってことなんだけど、何の証拠があると思って入ってるのか全くわからない。こんなことして平気かな。お互い目をつけられてるんだし。私の部屋に葉っぱを持ち込んだりするからなんてね。ふざけないで、これって不法侵入だし冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろう、何の問題もないって。真面目な話、刑務所行きかも。大丈夫、ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで早いとこ校長室を調べよう。どうせ捕まっても巻き戻せるんだしさ。でもケイトは。来いよ、残すドアはあと一つだ。リスは木の実が好き。サミュエルもそうなのかな。うん。こんな帽子をかぶるのは不審人物だけだよ。ここだ。マジかよ、警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ、うん、絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ。フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ、もう後には引けないし。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。何もなし。違う。違うね。外れ。こんな帽子をかぶるのは不審人物だけだよ。鍵だ。でも校長室のはない。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。なんだよこれ。ウォーレン、今いい？とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？え、違うよ。ただ興味があって。ありがとう、さすがだね。いや、いいよ、大丈夫。バックアップ要員ってことで。じゃあ、すぐにやり方を送って。うん、猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから。ありがとね。けんなよ。ダメだよ、みんな起きちゃう。悪い、こっちはお手上げ。そっちは？ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ勝負ってことで。
砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ、塩素酸ナトリウムだって。砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。どこだっけ、理科室とかどこにあるの。そんな、トイレ開いてない、ね、理科室どこだ。トイレ、回収されたばかり、何もなし。昔々、姉さんがどつかれました。缶は見つからず。から、誰も炭酸飲まないのかな。中華さん、これお使い系ほんとめんどくさいんだけど。何もなし。サイエンスクラスだ。ホルマリンの匂いって嫌い。Aマイナス？よしよし。今朝私が手伝ってあげたおかげだね。なんだよ。お、あったんじゃない、砂糖。砂糖発見。必要なものはあと3つ。生物学、ああ、グロい、ね、周期表というか、周期って何？知らねえのか。自分でもいいとは思ってないよ。みんな寝てる。起こしたくないけど、写真撮りたいな。こんばんは、お魚さん。ありがとう。いいのが撮れたよ。では、夢の続きを。ナトリウムはここだと思うけど。科学には疎いけど、これは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよ。塩素酸ナトリウム発見。これなんか取ろうとしたら落とすパティーンじゃない？これ絶対。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよう。なんだそれ。
よし、二つ見つけた。ダクトテープとジュースの缶。もう化学質はなさそうじゃねこれね、多分2個拾ったしな。ここであと材料を探した方がいいと思うな。中華工作室ってどこやねん。最初に写真を撮ってて部屋のことを言ってんの。ゴミ箱、はあ、空っぽだって。いや見てねえから。ロッカー、ケイトのロッカー、すごく寂しい感じ。シーンみたい。ケイト、悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね。評論家マックス曰く、ダニエルは写真家よりイラストレーターの才能が。ビクトリア、これすごくいい。こんな写真を撮ることができるのに、人としては。ビクトリアのタバコ？ジェファソン先生は感心しないだろうね。ジェファソン先生の授業でテープを使ったはず。いただきます。残る材料は一つ。ないで。いや、そこ密着したよ。触れないな。絶対ゴミ箱の中だと思うんだよね、缶。何もなし、意味なし。炭酸飲料を探すのってそんな難しいかな。自動販売機とかどうだろう。
いでよカン。そういうことか。なんだそれ。普段飲まないけど。早くクロエの驚く顔が見たいな。使い方わかんないんだけど。パイプ爆弾だって。真打ち登場。これ試してみよう。ドカーンとね。よっしゃ、派手に行こうぜ。マジで？火をいただけるかしら。たまんないぜ。さあ、離れて。マジで？爆破すんの？おお、マジ最高。何上がってんだよ。やばい、やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。え、どうするよ。いや、調べるしかないでしょ。調べるしょ。何？きっと何か見落としてる。巻き戻してみよう。もう閉まってる。絶対開けてマックスに嫌味言ってやる。ああ、もうどうなってんだよ、クソ。あ、そっか。どうぞ上がってって。魔法かよ、どうやって入ったんだ。そっか、教えろよ。友達のおかげかな。よし、早く始めよう。力に頼れるのはここまで。はあ、道理で鍵なんかかけてるわけだ。どれもこれも高そうなもんばっか。悪趣味だけどな。ああ、そっか、その位置で時間戻せるからな。やべえなこいつだ。なんだこの鳥、ほんと趣味悪い。退学になってよかったよ。それって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってこと？ほっとけ、私は机の上の書類を当たる。この椅子、ダサいけど座り心地は最高。おい、マックス、分かってるよな。レイチェル、ケイト、ネイサン、誰でも何でもいいから手がかりを見つけよう。任せといて。ランプオンにするとなんかヤバそうじゃね。じゃあ一瞬。ケイトのことがまとめられてる。気弱で優しくて学校では浮いてた。あとファイル2つだね。え、つけといた方がいいのこれ。これは関係ないね。この辺はいいとして。大きくて使いにくそう。この学校の校長なら無理もないよね。酒かよ。何もなし。
レイチェルは特に問題を抱えてなかったみたい。警察の捜査についてはあまり記載がないな。これじゃ退学にした校長を責められないよ。本当に不良だ。黒い、全然写真違えないよ。ファイルはあと一つ。きっとどこかにあるはず。これじゃ退学にした校長を責められないよ。本当に不良だ。おかしい。こいつの記録に問題点がないなんて。自分のファイルだ。読まなくないわけがない。マクシン・コールフィールドって言うんだ。 GPA 2.8 ってどうなの。そうなの、低くね。 B が2でしょ。あ、そうなの。どうせ優等生って書かれてるんでしょ。 3.9 だよ。ウォーレンに犯罪歴がないか確かめないとね。ウォーレン GPA やべえんだけど4なんだけど。ウォーレン頭いいんだよ。これで全部見つけたはず。あ、もう見つけた。クロエに合流しよう。姉さんの父親も人を脅すんだね、カエルの子は。うぜえな。手紙があるんだよ。もし署名してたら違う結果になってたかな。監視カメラか。マックス、ちょっとこれ見てみろよ。レイチェルが麻薬を所持しているとネイさんが訴えた。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。ネイサン・プレスコット3世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイさんの本当の記録を金で揉み消したな。学業不振、教師からのクレーム、謹慎処分。私よりひどい。とりあえず姉さんは停学になったけど、そっちのノートは？開いて。ただの落書きだろ。違う。ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中、それが永遠と。イカれてる。どういう意味なんだ。姉さんはマジでおかしい。絶対にレイチェルの失踪に関係してる。これを見て。デイビッド M はいつも聞いてくる俺の頭の中のことを。デイビッド M が従うルールに俺も従う。何何なの。こいつらグルなんじゃないのか。相当来てるな。デイビッドはケイトや私に絡んでただけじゃなく、レイチェルにも嫌がらせしてた。ガレージにあるあいつのファイルを調べるしかないね。情報は手に入れたし、さっさと帰ろう。でもその前に手土産を。この椅子はダメだからね。心を読んだのか。それとも私が椅子を盗もうとして巻き戻した。ややこしいな。親友だから考えてることくらいわかるよ。もう出た方がいいよ。調子に乗りすぎ。おっと、これは何かな。金だ。マジかよ、金だ。ラッキー。障害者基金にしては大金だね。5000ドルある。今夜中にフランクに金を返せるぜ。
これで奴の気も収まるだろ。え、持ってっちゃうの？なんだよその顔、まさか巻き戻して独り占めする気か。説教よりはマシだけど。どうする？でもフランクに金返すことができるよ多分盗むって。どうする？そうだよな。本当に障害者基金を盗むつもり？フランクに借りがあるのは知ってるけど、いざとなれば私の力で守るから。札束にも魔力があるんだよ。でもマックスの言う通りだ。多分そうと決まったら早く行こうぜ。うん、早く行こう。電気消せ、電気。そう、あのお金は惜しいことをしたかも。デイビッドとお姉さんがレイチェルが役の売人だって言ってきたみたいな。レイチェルが役の売人？そう。意味わかんなくね。お姉さんじゃねえ。だよな。嫌な予感がするな。何？人泳ぎだ。今ならプールに誰もいない。泳ぐって。それこれ以上無茶する気？いろいろあったし金も諦めたんだ。フランクに殺される前に少しくらいハメ外したっていいだろ。ちょっとだけだって。そうだね、それもいいかも。なんだよそれ。行こう。いいノリだ。だんだん染まってきたな。そういう話。やっぱ俺もそう一瞬そう思った。やっぱでも金盗むのまずいでしょ。だもんさすがに。本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しようね。停学中とはいえその力があれば怖いもんなしだって。クロエすごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。どっちにする？どういうこと？男子更衣室でしょ、ね、知らない。姉さんのロッカー調べたくない？もちろん男子。やはり変態か。温水になってっかな。カワウソが生き残れるといいね。猫の写真ってかわいそうではあるけど。あれどこ行ったの？あいつ。あれ？こっちじゃないの？どこ行った？ね、行けおったず。男子更衣室ってどっち？どこ？よっぽど愛好心がないとこれは着れないね。努力は認めてあげようかな。ネイサのロッカーねえのかよ。ネイサのロッカー
ザックのジャージなんか触らないよ。携帯でも忘れてたんだか。ザックは不注意だな。私が見るとも知らずにさ。ジェファソン先生の教室で加工したんだ。でも、なんで？お、来たよ、姉さんのロッカー。姉さんの処方薬、いろいろあるみたいだけど。電子タバコ流行ってるな。電子タバコとか。あるある。なんて書いてある。いいね。あれどこだよ。お前どこ行ったのあいつ。男子は下品だな。マックス・コールフィールド、モラルの体現者、それか独善的な偽善。ほとんど空だ。男子も一応手を洗ってるのか。クロエどこ行ったの？プールの電気をつけようだって。こっち女子だ。更衣室から出てきた近くにあるよね、絶対ライトなんて普通に考えて。違う。ここで溺れた人はいないと思うけど、多分。もう泳いでも安全だと思ったらこれだ。どこ？ライトないんだけど。全然違うの。プールこっちのプールサイドにないの、ライトつけるとこ。なのかな。じゃね。マジいらんないんだけど、こういうお使い。一応もう一回こっち、なんかスイッチらしきものはないか。ないよね。そんなスイッチなんて全く意識せずにこの歩いたからな。ないね。女子更衣室行ってみる。あれ？へえ。
がいいよ。プールの電気をつけてよ。ムードを出そうぜ。いい雰囲気にしてどうするつもり？バーカ、いいから早く。早く電気をつけてあげた方がいいね。こっち行ってみる？こっち。あら美人なんてね。ネバネバしてキモい。みんな自分の石鹸を持ってくるわけだね。ブルックはウォーレンとドライブインに行きたいみたい。やっぱそうなんだ。もう片方はどこに？ビクトリアのロッカーあったで。ビクトリアの秘密は自撮り？散々私をバカにして。いやダメだ、芸術家が憎けりゃ写真まで憎い。これいい写真だよ。ケイトだ。バスの切符？逃げようとしてたの？レイチェル・アンバーみたいに。本当だ。プールに足ひれ？海軍のフロッグマンでも行く。何このふかふかのタオル、欲しいな。やっぱないよ。クソめんどくせえなマジで。おい、電気はまだ？わかんねえんだよ場所が。ほんとこういうお使いマジいらねえんだけど。ほんとほんと時間の無駄だよこういうの。なんなのこれ。プールに飛び込んじゃっていい？どこだよライト。ライトまだじゃねえよ。ほんとクソめんどくせえなこれ。ライトなんかねえんですけど。ないよ。調べようぜこれネットで。もうクソゲーかよこれ。もうこういうお使い、あった、こっちはちょうどレスキューだ。もうこういうさ、なんか意味のないお使いマジやつ。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。なんかすげえ不景よこのプール。しかもなんかあるぞこれ。コーヒーと水泳
いい組み合わせ。カワウソパワーだ、オッターズ。これさ、日付が2013年ってなってるからさ、このゲーム2013年だよ。あら、私に唇を奪ってほしいの？英語版。うん、多分。つまり重要なのは勝つことってわけね。かわいい。ハロウィンの赤ちゃんカボチャ。見つかりそうだね、これ。あれ、水着になってますよ、クロエ。泳ぐ気も、あ、泳いじゃった。覚悟はいい、マックス。クロエに話しかけよう。最高、お風呂みたい。なんだろう、お金をみすみす置いてきたことだけが心残りだけどな。まさか突っ立って見てるだけじゃないよな。ちょっと、悔しかったら来いよ。子供なんだから。せーの。カワウソ発見。ジェン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 。出たよ。それは分かってても怖いんだからやめて。サメのショーとかも無理なんだから。もう大丈夫なの、こんなことしてて。次やったら巻き戻して水に沈めるよ。ズルだ。ズルってそれクロエが言う？レイチェルもいればな。夜のプール気に入ったと思う。二人を会わせたかったよ。きっと会えるよ。いろいろあったけど、すべてつながっている気がするんだ。亡くなったケイトのためにも真相を突き止めなきゃ。その力がすべてを変えたな。特にマックス自身を。臆病者でうじうじしてたのは昔の話だ。それ褒めてる？うるさい。なんていうか、マックスが力そのものなんだよ。むしろ謎そのものだよ。ケイトの時も急に力を使えなくなったし、ひたすら時間を行き来してるだけ。でも何のために？私の時は使えただろう。どうにかね。でももし失敗してたら、もしクロエもケイトも死んでいたら。大事なのはこれからどうするか。それにうちらは運命共同体だ。私なしじゃマックスは力に目覚めなかったんだから。そうだね、クロエがいると自信が湧いてくるよ。私もだ。この街もマックスがいれば悪くない。本当に？もっと自信を持ちな。マックスより頭が良くて才能あるやつなんていないよ。レイチェル・アンバーでも？人をレイチェル信者みたいに言うなよ。それにマックスも男子に人気あんだろ？ウォーレンとか。ウォーレンはいい人だよ。いい人？なんだ、脈なしなのか。うん、ウォーレンはイケてるよ。姉さんから守ってくれたし。でも力のことはまだ教えてないんだ。心配すんな。弱い自分さえ克服すれば何だってできる。クロエと一緒ならね。そんな顔すんな。ずっと一緒にいるから。少し冷えてきたね。はしゃぐつもりがおしゃべりになっちゃったからな。まあいいか。もう1年分ぐらいプールに入った気がする。でよ、そうしようか。水から出たら凍えるかも。
え、どうすんの、この下着ビチャビチャなのに。ああ、塩素が体中に染み込んだ感じ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう、クロエもね。体も拭かないの、この人。やばい、誰来たの、誰来たの。どうすん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 。早く逃げないと。周囲をしっかり調べるんだ。勘弁してよ。やべえじゃん。隠れて、早く早く。力を使うか、どこかに隠れるか、あるいはその両方か。どこに行った。おい、政府？いい加減にしろ。悪ふざけもここまでだ。本気だぞ。こっちで音がしたぞ。誰だ？隠れてもしょうがないぞ。方がいいのかな、これ。今の間に何どうしたの、なんで俺の視点が戻ったの。これ真っ暗で何も見えないんだよ。大丈夫、これどこ、これ何、これ、どうなってんの、これ。こいや、トイレの中なんだけど、こっち出ちゃう方がいい、これ。逃げるよ。ああ、そういうこと。おお、よかった。待って、逆方向。向こうから来る。別の道を探さないと。ふざけてるぜ。寮に戻る気かよ。見つかったらやばいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの？本気？乗って。こんなとこで来るのに車エンジンかけたらバレちゃうでしょ。シャーラー、やったぜマックス。私最高だ。ドキドキした。それな。
いや、わかんねえけど。ね、ここに止まったんじゃね？ガレージ調べんじゃなかったのかよ、デビッドの。寝ちゃってんだよ。プール入ったまんま風呂も入らずに下着びちょびちょのまんまだぜ。やべえな。しかもなんかどうしたのこの服は、寝巻きみたいな服。かわいいねこの T シャツ。自撮りしよう。この瞬間を忘れないように。笑って、せーの。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。もうゴリゴリ。私、学校やこの町に貢献したいと思ってる。なのにコンテストの写真すら提出できない。拒絶されるのが怖いんだ。拒絶を怖がってちゃ何もできないよ。提出しろって。クロエが嫌いなこの町と学校のためでも。おいおい、別に私はそういうわけじゃ。ボロクソに言ってたのはここを出たかったから。マックスがいなくなってからずっと。もしレイチェルを見つけてフランクに金を返せてもここにはいられない。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか、そろそろ学校に戻らないと。よく言うよ、停学中だろ。宿題はあるんだよ。提出しないと親に連絡がいってますます厄介なことになる。昨日の夜のせいでクタクタ。でも楽しかった。すっかり私も犯罪者の仲間入りだ。あんなの序の口だぜ。正直誰もいない夜のプールは楽しかった。プールだけで満足してもらっちゃ困るぜ。もっと上を目指さないと。でも力はよく考えて使うべきだよ。どんな反作用があるかわからない。起きる？まず服を着ないとね。クローゼットに隠れればよかったのかも。そうすれば停学にはならなかった。いやいや、クローゼットに隠れようとしてなんかガタンって出てきたじゃないか。ああ、この電話覚えてる。一緒にデコったんだよね。どこだよ。これ私の10歳の誕生日だ。まだ取っておいてくれたんだ。レイチェルの写真と一緒に持ってくれてるんだ。嬉しいな。この曲好き。What's so easy in the evening by the morning?
とりあえず正体はバレてない今はね。行かないと、お別れを言う最後のチャンスだから。どうせ定額になるんだったらってダメだよね。どうせ定額になるんだったらってダメだよね。なんか嬉しい。私が見た夢の意味を本気で探ろうとしてくれてる。あった。うん、まだ塩素の匂いが残ってる。私のクローゼットから何か探しなよ。私の写真にしてくれてるかなと思ったけど、レイチェルには勝てないね。これってまずいよ。お金を取ることに反対しなければよかった。ほら、やばかったんじゃないの。お金取れないよね。でも絶対やばいよね。ではクロエのコスプレをしようか。ほら、それレイチェルの服が残ってるだろ。レイチェルの服着てはなんかあれなんじゃない。でも私っぽくない。贅沢言うなよ。いいから試してみな。いつだって塩素臭い T シャツと地味なデニムに巻き戻せるんだし。ひどい。シャツもデニムも好きなのに。でも試着してみるのも楽しいかも。入ればだけど。言い訳はいいよ。それ着て内なるパンクロック魂を解き放て。失うものなんてないんだから。何でもまずはやってみればいいんだって。例えば私にキスするとか。えほらやってみて。キスどうする。なんだよ。とりあえずしとけ。マジでマジでやった。ウォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど。バカじゃないの。キスした時のクロエの顔、まさかって感じだったね。わからないんだけど。わからないんだけど。いいよ、マックス。タトゥーとピアスを出せば立派なパンク娘だ。モッシュ上等、チェケラッチョ。なんだそれ。やっぱないわ。下行ってママに会ってきな。朝ごはんだ。私は寝起きの一服してから。誰にも言わないよ。そうしてくれるとありがたいよ。もうここで終わりやね。疲れたね。止めるよ。